ジョゼクレベルソン・ペレーラは、ブラジル・パラナ州出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1999年に、母国ブラジルのアトレチコ・パラナエンセでキャリアをスタートさせ、同クラブの主力選手として2000年2001年のパラナ州選手権連覇及び2001年のブラジル全国選手権制覇に貢献した。この活躍により、当時ブラジル代表を指揮していた。 ルイス・フェリペ・スコラーリ監督に注目され、2002年日韓、ワールドカップのブラジル代表チームに招集された。同大会でもクレベルソンは活躍し、母国代表の5回目のワールドカップ制覇に貢献した。ワールドカップでのクレベルソンの活躍は監督のスコラーリをして、クレベルソンはブラジル優勝の原動力だと言わしめるほどであったため、 クレベルソンへのヨーロッパのクラブの関心が高まり、リーズユナイテッド FC、ニューカッスルユナイテッド FC、FC バルセロナ、セルティック FC 等のヨーロッパの複数のクラブがクレベルソンへの興味を示した。そのうち、リーズユナイテッドはクレベルソンとの交渉を進めたものの、結婚が可能な法定の年齢である16歳に、当時達していなかった恋人を残して一人、 ブラジルを離れることにクレベルソンが同意せず、交渉は失敗に終わった。最終的にクレベルソンと契約したのは、翌年の2003年8月に総額650万ポンドの報酬を提示したマンチェスターユナイテッドであった。マンチェスターユナイテッドからは、同時期にクラブを去ったフアンセバスティア・メロンの代役になることを期待されたが、2回目の出場となった試合で、 負傷した影響もあり、2シーズンでわずか20試合しか出場機会が得られなかった。ユナイテッド在籍時にクレベルソンはリーグ戦でのゴールを2回決めたが、それはホームでのブラックバーンド・オーバーズ FC 戦とエバートン FC 戦での得点だった。2005年6月、クレベルソンは295万ユーロでトルコのスユペルリグに属するベシクタシュへと移籍した。 彼は同クラブとの間で12ヶ月の期間延長オプション付きの3年契約を交わし、契約書への公式署名の場で記者に対し、私はあるビッグクラブから別のビッグクラブへとやってきました。とても幸せです。と語った。その後、クレベルソンは給与の支払いが遅れたことに抗議して、期間満了前にベジクタッシュとの契約を解除した。 2007年8月10日に FIFA フフディスピュートレゾリューションチャンバーは債務不履行に基づくクレベルソン側のベジクタシュ側に対する318万ユーロの損害賠償義務及びベジクタシュ側のクレベルソン側に対する46万1112ドルの未払い賃金の支払い義務を認める決定を採決し同時にクレベルソンには9月27日から起算後4ヶ月間に渡り 公式戦への出場停止処分が課されることとなった。そのためクレベルソンは2007年9月27日にフリーエージェントとしてフラメン語と契約を結んだものの2008年の2月までフラメン語でプレーできない状態が続いた。フラメン語での出場機会は当初リザーブチームの一員として出場したリオデジャネイロ州選手権の数試合に限られていた。彼が ファーストチームのメンバーへと徐々に定着し始めるのは彼がコパリベルタドーレスで頻繁にプレーするようになり始めてからのことである。レナとアウグストやマルシーニョがフラメンゴから移籍した後、クレベルソンはチームの中盤で重要な位置を獲得した。先発メンバーへと定着した後、2009年シーズンの彼の校長の波は8月12日の国際フレンドリーマッチ。 対エストニア戦で途切れることになった。その試合で彼はファウルを受けて倒れ、肩の関節を脱臼する怪我を負った。クレベルソンは手術を受けた後、その年の残りの期間の出場は絶望的と診断された。しかしクレベルソンは早期回復に成功し、スコアレスドローに終わった11月22日のゴイアス EC 戦にはピッチに立ち、2から1で勝利した。 グレミオフブパ戦にも出場して、キャリア二度目のブラジル全国選手権の優勝タイトルを獲得した。その後2011年には、アトレチコパラナイン制とレンタル移籍したが、同クラブの二部降格が決まると、翌年には、バイヤに移籍した。翌年、バイヤからフィラデルフィアユニオンへレンタルされ、その後、インディーレブンへと移籍した。2015年のシーズン終了をもって退団。 2016年1月4日に、フォートローダーデールストライカーズに移籍した。クレバーソンセコンチョンデイ・ドゥランテ・アミスタ・ソアントレ、ブラジル・イ・エストニア12オーガスト2009、リリーブド7ジャニュアリー2010、インディ・イレブン S2016 ロスター、ビギンズ・トゥ・テイク・シェイプ。NASL、2016年2月26日、閲覧。ストライカーズ・アド・ワールドカップ・ウィーナー・クレバーソン。 NASL 2016年2月26日閲覧ありがとうございます。